山田と長木センターサークル内です。主審は村上信次さん。前半キックオフのホイッスルがなされました。2015の J リーグ山崎ナビスコカップです。ここは藤田直之、スローといい出足になってきます。いいインターセプトですね。島村のインターセプトからというところでした。これは繋がらないか。山田のプレー、この辺のやはりこう攻守の切り替えの速さですよね。左には菊池大輔、戻して長木、立ち上がり湘南、さあ長木かわしながら、山田には渡らない。さあ今度は木村です。戻りの速さです。ほぼテストっていう感じではなく、この試合を全力で勝ちに行くっていうメンバーで今日は臨んでますよね。まあね、その中でも例えば今日ね、湘南の場合はアリソンがナビスコで結果を出して、またリーグ戦も含めて競争スタメン争い、キム・ミンヒョクから谷口、この辺から前線で2人、山田がかなりプレッシャーから、そして山田のプレッシャーから奪いました。ここは菊池大輔が抜けてきています。キープできるか、後ろには山田、あ、庭にファール、まあ、今日は山田にとってもしっかりアピールしたいですが、走るチームと言われているが、それよりも戦い方を統一しているというか、攻守において運動量が多いというイメージはないそうなんですね、はい、鳥栖の特徴は別にあると思っているから、さあ山田、飲まれないようにしたいと、そう話していました。山田、ここ持ってきます。吉田、藤田直之、菊池俊介が拾うチームですよね。はい、今キム・ミヌ選手、左手にテーピングをして、まあ、今ピッチの外に出てるんですが、ね、はい、間もなく入りそうです。藤田直之がプレッシャーをかけていきますが、これで剥がし方も上手い。さあ巻いてくるボール、勢いを持って秋元が弾きます。高橋が拾えるか、おっと湘南ボールになる。山田中に行きながら、さあ山田がいいボールを出す。高山を狙う、素晴らしいボールですね、これが通ります。高山、藤田誠也自ら最終的に来ました。あ、これその前のパス、これが素晴らしいですね。中素晴らしかったですね、はい、これ本当そうですよね。高山がしっかりやはりね、日頃から地道に鍛えてこそ勝利につながってきているところかもしれませんが、ここは谷口、山田がいる、まい、あっと、しかし合わない。スタイルというのは全然違いますね。なかなかアリソンが合いますよね。アリソンも行くんですが、山田、ここは藤田、だから、まあ、高山から折り返す、アリソンがいる、山田ボールを持っているという時間続いています。しかもプレーもありました。ここはショートコーナーを使う菊池大輔、あ、山田には渡る、まあ、その辺のやっぱこう違いっていうのはありますよね。じゃあ、まあ、確かに夏場の暑いコンディション大変かもしれませんが、人それぞれの面もあるっていうことですね。そうですね、はい、あと、まあ、全体的に運動量が落ちるので、僕は暑いのが好きなんで、はい、っていう話。山が前に送る、しかし湘南、山田落としたところ、一人クロスを放り込んでもというところもありますか。いかがですか。そうですね、まあ、それはあると思いますよね、菊池大輔、降りてる。さあ山田だ、並走するのは菊池大輔。山田はその菊池大輔をちらっと見た。しかし今度は右を使いに行きますが、これがパスミスになる、ね、ちょっと、この山田、やっぱ足の状態聞かれてるのかもしれませんね。ちょっと今、山田選手の方から説明合ってるようですね、ですよね。強くね、ももんところに打撲が入ってますよね。右ね、足を押さえています。したがって大月、なかなかこの時間にね、戦術的という交代はね、ないでしょうか。やはり
山田が少し足が状態が厳しいかというところで負傷交代ということにどうやらなりそうです。大月が入っています。